始めていきましょう始まるなおちゃんよちゃんの愉快な不動産屋さん はい火曜日の夕方六時を回りましたなおちゃんゆちゃんの愉快な不動産屋さんのお時間ですはい皆さんこんばんはこんばんはどうもこんばんははいうん今日はちょっとなんか天気がねかんばしくないですねそうですねなんか曇り曇りでうん、昼間はまあ晴れてたんですけどねちょっとだんだん小雨も降りましたね先ほどだいぶ暑いね暑いね先週何曜日だっけ木曜日梅雨明けはいね、宣言されたのはうん 宣言されたそのだからね、夏だって感じでしたね。でね、先週土曜日はね、もう暑かったね。暑かった。楽しかったね。なおちゃん、よ央ちゃんね、b e ビギンが主催する歌の日コンサート、行ってきましたね。僕初めて 自分も初めてしかもああいうライブとかコンサート行くのも大学生ぶりだから嫁さんでしだからもう134年ぶりもう少し経つかもしれないこのライブというかコンサートそうそうそう卒業してからはなかなかライブハウスぐらいは行ったと思うけどああいうコンサートっていうのはねイベントっていうのはなかなかそうだねジョも久々だな楽しかった楽しかったね はい、いや最初はね、あのー、僕、ヨちゃんもさ、陽、うん、ちゃんもね、えー、一番初っ端からね、うん、HY、はい、出てきまして、ね、わあ、しかも超近い距離でね、くみれて、すごい楽しかった、はいまあ、そこはあ,のあまりね、ちょっとビールも飲んでないし、<ん>軽<ー>く。 軽くちょっとふーっていう感じで聴いてたんですけどね、最初はね、最初テンション上がりきれてない自分がいるじゃないですか、久しぶりだし、こあそうですか、りうちゃんはどうでしたいや、僕、はちょうど着いた時がね、会場に着いた時に始まってて、いやー、もう駆け足になりましたけどね、あ始まってる、始まってるってことでね、いや楽しかったな、あんなにたくさん人がいるんだね。 すごかったんでね HY のボーカルの Hide が沖縄の人っていうのとねじゃ飛行機に乗ってきた人っていうのを聞いてたらんか言ってたね結構手上がってんのよ飛行機ですごいなと思ってそそううやってましたねやってましたねあらしいね結構まあ僕なんか実家もねちょっとしたちっちゃいホテルやってるんですけどやっぱいたみたいですねそうですか コンサートに行く目的で旅行しに来ましたってことでねそのあとはちょっと小座の夜も楽しみつつねえよかったですもう最高の週末だったんじゃないですかもういい天気でね観光客にとっては本当に僕ねだからあの陽ちゃんもだと思うけどさ子供たちも一緒に連れててそうで僕もあれですよ長男4年生次男1年生三男が5歳はい まあ上から順にやっぱりね重たいじゃないですか、うん、あ上から順に下から順に重くなっていく <laughs> ああ中でですよ大体多分5時ぐらいからおそらく6時ぐらいからかああ8時半ぐらいまで変わる変わる片昆布。<laughs> <laughs> 肩をぶしながら踊るというねだからね業をちょっとやってのけたわけですよなかなかねきつかったなそうだったなと思いながら結構ねビール飲んでるのよあれあの日ああだからね自分も飲んでるんだけども動いて汗かくさねなんかもう全然全然動ける全然いけましたねびっくりしたよねあれはそうそういやでも楽しかった当に。うに久しぶりだね うんだからねあれ良かったねまた来年もやりたいですね行きたいですねもう本当にもうね徳里会長にははいもう感謝感謝ですよはあとね徳里雄健のメンバーの皆さんはい本当にあのありがとうございますありがとうございました何から何までねそうですね準備なども本当にやってます明日ちょっとあのケーキかなんか持って行こうかと思ってそうなのあのいや あの日ね、虫かご持ってたのかるセミ。ああ、行く前、ちょっと、セミ捕まえて、で、虫取り網も持ってたんだけど。こういったなんか棒とか、多分持って行ったらいけないはずということで、ちょっとあの、預かってもらってるんですよ。まあ、それを回収しに行きながら。やはりあそこまでね、いろいろご用意していただくとね、それぐで行くのはなんかなと思って。わかりました。楽しみにしててください。お聞きでしたら。聞いてるかな。はい。一応ね、じゃあ、今日はゲストさんもいないのでね。また。 二人でゆっくり喋る時間なので <laughs>、はい、あ後ほどまたその話しますか、うん、歌の日コンサートとかね,そうですね週末の話とかかな、はい、中心にいきましょうか、はい、えっとではこの番組はどちらも沖縄市で不動産業を営んでいる 陽ちゃんこと大波不動産沖縄・美ら島不動産、<laughs> 浜崎良一のこの二人による日々の何気ないことから不動産に関する情報やお悩み相談まで時にゆるく時にはズバッとお届けいたします。番組中メッセージを募集していますので、えー、どうぞどしどしメッセージをお寄せください。はい、メールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p 7 6、うん、1, 1 f m k o z a j p、うん ファックスはゼロ九八の九三四の八六五三九三四の八六五三です。はい、はい。ではこの番組はですね、なんと、なんと世界中にインターネットを通じて生配信中という。押すね。<laughs> いや別に押してるつもりはないんですが、どうもそういうことらしいんですよ。<laughs> 誰が聞いてるのかって感じなんですけど見てるのかとあまあでもね先ほどコメント来てますからそうですねはいありがとうございますそれにインターネットで配信中ですのでぜひねツイキャスとかユーストリームからコメント送ることができますのでそちらもどうぞお楽しみくださいよろしくお願いします早速コメントですねそうですねなおちゃんルドルフさんから実は先ほどね前の番組モーリーさんのあジラジの方でツイキャスがちょっとこちら そのまま消されてなくて残ってたんですけど6時前からルドルフさんはコメントいただいてますねお、ありがとうございます5時58分14秒ジャストはいはい、最後はなおちゃんようちゃん今日も楽しく車の中で聞いてますよというところまでが5時58分その後6時になりましてちゃんおかさんからなおちゃんようちゃんこんばんは梅雨真っ只中ですが名古屋は雨は雨は降っておらず湿度高い湿った夕暮れ時を迎えておりますはい こんな時はやはりルービーでじとじとじとした気分をえ吹き飛ばすが吹く飛ばすしかないね乾杯ということで服を飛ばして飲むというこのね豪快ささすがですねえオッあうちな口という丸梅丸梅って言ったらもう下もだけなん <laughs> ですね 乾杯というこの豪快さ見習っていきたいと思います。ねえビール飲みたいな。今日はちょっと大きな暑すぎてね。まあ湿気は梅雨時期に比べてはないんだけど暑いのでねやっぱり飲みたいですねルビーを。ルビーです。は乾杯。ええルドルフさんから改めてハイサイコバワンちゃんよちゃん今日も楽しくで中場に着きましたよということでこれからはじゃあご自宅の方で。 ビールを飲みながらでもねそうですねはいおちゃんお子さんがね訂正ですね吹き飛ばすを吹き飛ばすって吹き飛ばすぐらいの暑いのさとなるほどああどれぐらいなんだろうねもうまあ暑いいうか沖縄だけだったかな晴れマークだったのはああそうかもしれないでもねここ1週間はここ1週間というか今週もずっと晴れ うち曇りみたいなマークで、あの昨日週刊天気予報ついてたんだけど、多分ずっとずっとしてるんだろうね今週ずっと。だからね、どうなんだろうね。けさもね、あ昨日の夜もなほら、雷とか。ああだからよ。夜中もちょっとゴロゴロしてて。ね。稲光もピカピカ光ってね。蒸し暑くてね、もう夜中三時半ぐらいまで起きてたのよ。眠れなくて。あそうなの？なんとなく。エアコンつけない？ エアコンはね30分ぐらいだけつけて子供たちがね行ったらもうそのまま消えてる状態でああそうなんだエアコンつけると鼻炎が出たりとかねやっぱりかなんかライブ終了になってますよあそうなんですかもう一回やりましょうちゃんおかさんがツイキャス切れた誰かの呪いだなとすかすいませんツイキャス切れてたようで大丈夫ですかねごめんなさいね当に。はにまさかちゃんおかさんの呪いじゃないですか いや僕が更新ボタンを押してしまったのかもしれないですああそうですかすみません、はいえー、とではですねじゃあ1曲目いきましょうか、はい、早速早速ってえっ、ー、と1曲目は、うん、じゃあこれ聞こうかな、うん、はい、えー「スーパーフライ」で愛を込めて花束を、はい、ああいいですね その三振の反応。 有作飲んでるか。<laughs> 始まる。あはい、どうも、こんばんは。はい、<laughs> 改めまして <laughs> 今。今、今巣に戻ってたね。ね <laughs> はい、どうも、こんばんは。はい。ちょっと今、メールチェックをしてました。すみ、はい、ません。すみません。あの、すみません、ちょっと先ほどね、あの。うん パッと局に行ってしまったんですけども、メールの方届いてまして、ちょっとご紹介しましょう。お願いします。えーとですね、これはこのね番組にも何度かゲストで出ていただきましたエム・ターンソン、ふく不動産のトーバルシンタロ君から。なんだって？トーバルシンタロ君ですね。そうですね。シンちゃん。はい。シン君。シちゃんから。はい。はい。メールが届いてます。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。 はいさあ、なおちゃんさんようちゃんさんお疲れ様ですお疲れ様です、えー、先週土曜日はお疲れ様でしたな<あ>いやいや、はい、僕たちはもう全然しんちゃんに比べたらな、ね、い <laughs> いたんだねその場にそうそうそう、はい、ちょっと読み上げてからご紹介しようかな、はい、僕は5時間立ちっぱなしで足が棒になっていますお,お笑いということで <laughs> 実はあの、まあ、今回の会場がカデナの金ネック海浜公園でしてしんちゃんのそこの商工会の青年部に所属してまして のそれであのー、まあ毎年ですねごみの,の分別とかそういったものを、うんねうん、青年部の方で受けあ,あっっボランティアしてるわけですね,ですねはい、はい、でそれでですねたまたまちょっとパッと見たら「ああ死んだろ」うっつって話してて<ー>でまあ何を思ったかメッセンジャーで、うん、あメッセンジャーじゃないフェイスブックの方にうん 僕が投稿したそのコメント欄に差し入れ待ってますと入ってるんですよこれ持っていかなかったら多分後から怒られるなっなるほどそういうあるわけですよねそうそうそうでそれでちょっとあのまあ本当にしょぼいポテトみたいななんですけどそれ言ったらポテトを作った方にそれそうじゃなくちょっともっとねなんかお肉らしいものをね持っていける方ですけどその日ちょうどあの嫁さんに財布握られててその日だけなのまあまあまあそんな感じで いつも握られてるんじゃなくていやいやもうその日だけということにしておきましょうはい毎回握られてますけどもだからお疲れさんだってよねな5時間立ちっぱなしあの炎天下の中でリクエスト曲の方もあのね頂いてますので後ほど2曲目で書きたいと思いますその際にこのまた紹介文読み上げましょうね はいどうもメッセージありがとうございます、はい、でツイキャスの方もですね、うんえー、レドルフさんは、えー、家に入ってきましたということで <laughs> あこれは一つ一つご報,ご報告いただけるんですねももしくはどなたかが勝手に無駄に家に入ってきたんでしょうか守護 <laughs> <laughs> がないから <laughs>、うん、怖いですね <laughs> でレナさんからはい、えー。レナ氏になってますね <laughs> あかっこいいですねなお、えー、さんようさんこんばんは今日もファイトですということでどうもありがとうございますはい。はい あれなしの「し」ってあれね「うじ」ねさっきの「がなしー」にかけてるのかなはいということで週末はいろいろありつつだったんですけれどもねそうですね今日先ほどようちゃんが CM 中に今日ゆっくりまったりしてんなっていうことでうんそうまった感じかなんかちょっと疲れが抜けきれてない実はだから土曜日は歌の日コンサートあれも子供連れていったから本当にね まあ両手に抱っこしたりとかねあ<ー>、まあいいんですけど、楽しかった楽しくてよかったんですけど、うん、その次の日もね、実はこのね選手もちょっと告知しましたけど、うん、宜野湾マリーナでえーとフードフレアっていうね、うん、フフイベントをやってるということで、うん、奈、は、緒、い、ちゃんがなんか家族で行く,よ行く予定だよって言ってたから <laughs>、もしかしたら会えるかなと思って、行ったんですよすっかり忘れてたと思います、その時 <laughs> そうですか、うん この番組の何週間前でしたか3週間ぐらい前かな、ボンズのの山内店長いゲストに出ていただいてフードフレア出ますよということだったのでそのテナントを探しましていただきました、美味しかったね羨ましいなその日も暑くて暑かった。いねまあ 知り合いも何名かお友達のほうもいたのでいろいろ楽しかったんですけどね久しぶりにやったりしてレナさんからうさんの双子ちゃんは元気ですかということではい元気ですおかげさまでもうね、あね本当に物おじせずにんていうかみんなにねこうタッチとかしながらね遊んでましたけども踊ってましたよねずっと終始元気いっぱいでうん やっぱどちらかというと男の子、女の子なんですけど、ねうんうん、やっぱ女の子の方が、ね、なんが踊るの好きなの、ねうん、ど見ててそう思うかと男の子はなんかお母さんにべったりって感じそうだね男の方はなんだろうね、うん、一点集中型というかね<ー>おもちゃとかそういうのに興味がいいはい,はいはい。まあ、まあまあ大体そんな感じでしょうかね。 いやでも本当にうちの長男も、ああだからね、みちる君、可愛いい、預かりたいって言って、なんか最近、赤ちゃん好きみたいで、テレビとかでも赤ちゃん出てくると、もうこのぐらいの子だったら可愛いねとか言いながら、<laughs> <laughs> お前な何歳か、お前はと思ったからね。<laughs> ずっとかまってたよね、うん、だからありがとうございます、いやいや、とんでもない。<laughs> うちも逆にあのうちなんか子供もあの <laughs> 重県のメンバーにちょっとあの見ててもらったりしながら、うん、僕たち、前に行ったりとかしてもらってて、ねうん、本当にもう助かりました。 ああと楽しかったなまた行きたいなああいうイベントにそうですねいやおルドルさんからナオちゃんひげがなくなりましたね似合っていたのにということですけれどもあそう実は昨日念願の目標が叶ったので剃りましたちょっとはい叶えてから目標としていたのがありましてはい今年もすでに二つ叶えてですねそうですね一つ目はわかりますよあれですねあれじゃではないですよあれじゃないのあれじゃなくてもう一個のやつです あれからのなんか関連してこれなんですよ昨日のママはこれはちょうどゆっくりとそれがちょっとかなったかなったというかもう達成できたので昨日剃りましてまあまあまあ願掛けではなかったんですけどちょっとなめられないようにってことで髭なんでしょっちゅう剃るでしょ剃りますけどねじゃあの本当に念願かなってて大体2週間ぐらい伸ばしたかもしれないです う 2>, はい、2週間伸ばしてからの久しぶりに沿ったんでああなんか気持ち本当にすっきりして昨日、んかったですね。今、多分来月、多分またもう一つの目標も達成できるのかなって感じなんですけどあ調子いいじゃないですか,か調子いいですね、いろいろとタイミングよく話がまいあ,のあって、うん、ま,あま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 あ、そういうな感じであらあらただ、その後とを、ね、またつなげていかないとね。 んうん、なんとなく思うんですけれども、う,うん、<laughs> 何のことだか、あんまり、うん、ああまあ、いてる方も分からないと思うんですけど、<笑><笑>まあ目標を3つ、今年叶兼ねることができそうだということで、期限をそりましたということでは、じゃあ後ほどその3つの目標を教えていただけるわけですね。<laughs> えー、公共の電波では載せないではななす <laughs> そんなもん <laughs> <laughs> せないんもか チャライカちゃんさんから「よよよよよよちゃんなおちゃんこんばんち」ってますねアイコンが大西ライオンみたいないやまあそんなこんなですけれどもお久しぶりじゃないですかちゃん買ちゃん。そうですねいやうどうなんでしょうあの燃え尽きるかなと思ったんですけどねもう <laughs> もう一回当たろう,か,うか,なるかなと思ったんですけど逆にあ次はこんなのしたいなこんなのしたいなみたいなててお新たな目標が出てきてこれもまた何かかかるんでしょうねいいじゃないですか,なんか牛歩というんでしょうかこういうの <laughs> どうかないちょっと違うんじゃないかな <laughs>、はい、<laughs> ゆっくりゆっくり一歩ずつですよもう僕なんてええー、もうそうですか舞い込んでくるっていうのは<ー>やっぱそういう 年代になってきたということですかね、僕らも。なんでしょうかね。うん、まあありがたいことにお客様が来てくれたということでね、うん、そういったこともありつつ、良、うん、かったです。わ <laughs> かりました。<laughs> そうなんですよ。だからあの日曜日ね、よヨちゃんフードフレイ行ってて、僕ほらその前の週ぐらいは行くはずよって言ってさ、<ん>先週の火曜日の放送で行ったのかな、もしかしたら家族で行くはずとかって、あまあうん、多分その時すっかりどう忘れしてたんですけど、うん、18日実はあの僕が卒園した保育園。はいはい 保育園が今度認可を受けることになりましてこれまで個人事業として得られていたものを社会福祉法人というふうに体系を変えて再スタートするということでいろいろとちょっとご縁もあってですね卒園時というご縁もあってもう何年前のの話だから僕が多分4歳、四歳、5歳の時なんで年自分たちう本当に近いところにあるんで。 ねうん、でそういった形であの、園舎も建て替えとかがあったりして、なんか写真で見るから綺麗でしたね。もうはい、もう完成して、ですねその落成式が日曜日だったんですよ、それ、お呼ばれされてたのを忘れてて、ですね、うん、でお呼ばれされたのも、実はその社会福祉法人のひ議員、うん、ちょっとお願いされまして、うんはい、お <laughs> またですか、はい、またですかちょって言ったら失礼、<laughs> えー、まあ、肩書きがもう一つ、また増えたわけですね。すまあまあ、年に回集まるぐらいすけど ね、自分が卒園した、ね、<ー>園でもありますし<ー>またね園長先生も先生方もみんな覚えてますし本当に素敵なな、ね、保育園なので一緒に何か協力できればなと思ってやったんですけどとても綺麗でしたねやはりあの、ね、この時代じゃないですか、うん、やっぱり子どもの安全面とかしっかり気をつけないといけないし、うん、で各その、ねね、年齢に合わせた教室があるじゃないですか。うん、ちょっとあの カメラなんかもついてたりして不測の事態にねすごい動けるようにとかああ今そうなんだ、ねうん、なあすごいなと思って見てたんですけど<ー>はい多分僕のお友達の息子くんが帰ってると思いますあそうなんです今度認可になるらしいよっていうことで多分ああここなんだと思って、ね、なるほどね、うん でもよかったですよ、本当にあのー、園長先生も、まあ、奥様もなんですけど、うん、素敵な先生でうん,うん、そうなんだ、はい、いいな、実は今、保育園、ちょっと探してるんですよ、すなるほど、なるほど、<ー>市の方にはこう出したりとかはしてな、ね、い相談に行って、まだだから、まずは申請してくださいって言われて、今、準備中ですね、でもなかなか話聞くと、限りやっぱ厳しい状況ですね、沖縄市。新年度に合わせて出すと結構 まあまあ希望の縁というよりはどちらかに引っかかればというのがあるんですけどちょっと認可の方でこうでできなければあとは自分で探すしかないという部分なので、うん、だからね、うん、いろいろ情報を今集めてるところなんですよどうやったら入れるかなとか、うん、でも、まあ、自分たちみたいにね同じようにちょっ,と待ってる方とか大変な状況なんだなというのが身にしみましたね。うんうん 保育士が不足してる感じなんでしょうねおそらくあそうなんですかだって少,少子化少子化言われるじゃないですか、まあ、沖縄は例外かもしれないですけどもうん、うん、それに対しての保育士の数が不足していて、うん、でプラス、認可の援あと何ていうか民間の縁もですけど、うん、縁それが援助隊の不足につながってるような感じなのかなと思うんですけど。うん <laughs> まあ保育士の方のちょっとい言ったら待遇というかそういったのも結構ね、うん、あの改善の余地があるというふうに聞きますからね,ね、まあ、最近ではよくニュースなんかでね、うん、そういうのを聞いたりしますからね、はい、気になるところなんですよ。すよまあまあまあ、まあうん、今後ねいろいろと改善されて良くなっていくといいなと、ねはい、思いますけれども。うん 今三男坊がじゃあ通ってるのそこに。いや三男坊ですね別の保育園であの長男次男が生まれてからあの申請出したらちょうどその時認可の保育園に入ったものですからそこはそこでまた僕はあの保護社会のいろいろ今週日曜日もあのあれがあるんですよ本当忙しいいえいえもう楽しいですよ保育園の保護社会は楽しいですなるほどまあ。 そうですね。パパともママともとか、ね、そう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 、ふ、うん、られる機会かもしれないですね。そう,そうたまに一緒にあのお外に食べに行ったりとか、<ー>うん、家族同士でね、うん、とかお家にの方に招待して、うん、軽く七輪でとか、<laughs> あ<ー> <laughs> まあそういったのもありつつですよ。いいね。はい、うん。いや。いいですね。オッケーわ、うん、かりました。はい。 じゃあ、ね、前半戦終わって慎、ね、<laughs> 太郎くんからのしんちゃんからの、はいえー、リクエストでしたけれどもではここでリクエスト曲をおかけしたいと思います。はい匿名係長さんからのリクエストでビギンの「三線の花」どうぞ。はい ってる <laughs> ち,ょちょっと違うバージョンだねちょっとち,ちょっと仕切り直ししていい <laughs> ちょっとすみませんちょっと仕切り直ししまし今たぶんしんちゃんラジオ聴きながら怒ってるよ <laughs> なんかちょっと派手な曲でしたねお警察が何か何かかああ今警察がね目の前通過してきましたね <laughs> いやいやいや,いや 遠藤くんもね見かねて今来ましたね <laughs> ちょっと待ってくださいよはい大丈夫ですよレナさんからヨウさん頑張れーということの花をね今 <laughs> 今何でもビギンが歌ってたように、ね、ビギンが歌っててなんかねあのー、うんうん、だったけども、ね、オリジナルのやつではないな <laughs> <laughs> 大丈夫大丈夫こ,こ,こういったトラブルがこの放送の持ち味だからね <laughs> まあそのままやりましょうねはい はい、これ。どうでしょうか。流れてる?。あれ。<laughs> ダウンロードが始まっちゃった。<laughs> ですよね、これ。いや,いや、いや。ちょっと待ってくださいね。はい、大丈夫ですあの、皆さんの心温かい方々、わかりま、はい、<laughs> すよ、ねはい。これを笑って、あの、楽しんでると思います。大丈夫ですか。はい。はい、お、始まってます。そうですね、こちらです。 なんか普通のこのニ本ザルとかも結構爪とか歯とか鋭いみたいね、えー、う怖いよね危ないらしいよね、うん、結構なんかカメカ,カミツキガメとかねよくあ<ー>にいるよねうん <laughs> どういう意味で、うん、<laughs> 子どもの国はし飼育員さんが逃げ出すとか。 <laughs> <laughs> でもホワイトライオンもいつかはでっかくなっちゃうからね、うん、いつかはどうなんだろうねなんかこういう猛獣系って普通にそばで飼育するのかなんかお世話するのかなえ千岡さんから「奈緒ちゃん以前奈緒ちゃんの家に行った時にあっ ちょっとごめんなさい強いキャス更新しましょう <laughs> 本当にこんなのがあったあでもなんか心が生きてたかもしれない始まるよちょっと待ってよあなたのハートにガリトーキはい、はい、あなたのハートにガリトーキのコーナーでは、うん、なおちゃんとよちゃんなりに、はいえー、不動産に関する豆知識をお伝えしていくコーナーでございます片言はい。<laughs> えっとそうですね、あのー、先ほどちょっと、ちゃんおかさんから暑い季節なのでね、陽、うん、ちゃんが前にやっていたあの怖い話をと、話ね、まあ不動産にまつわる怖い話ということであったんですが、これ、ちょっとレターをいろいろ集めてから、また改めてやりましょうか、まあ、7月ごろに、ちょっと、ね、伺いたいですね。はいまあ、最近ね、勉強会で聞いたお話もあるんで、そういったのも含めて。ああはい 怖い話というかお、まあ、笑い話でしたけすけどそういったのも23集めてきてからちょっと、ね、結構この業界あると思うんですよ各会社で何かあると思うのでそうだね何か機会があるときにちょっと同業者の方にもこういうあの話聞いてみてもしなんかあこれいいなと思ったらその方 <laughs> ゲストに出てもらってね。ななるほどなるほほどど なんかやるっていうのをそうです、ね、僕たちの和術じゃ和術何和術だとはなかなか伝わらないかもしれない <laughs> <laughs> 怖さがわああ <laughs> かんないですけどまあまあそんなこんな感じですけどはいはい、はい、えー、それじゃあ今日の,あの仮登記のコーナーなんですけれども実はちょっと昨日、うん、以前の僕たちのお客様からご相談を受けまして、はい、その方が今えー、まあお知り合いの方の うんえー、お知り合いの方がアパート借りる時に連帯保証人になっていると、うんはい、いうことですね。でそれで管理会社さんがいまして、うん、まあ仮に A 社としましょうか、うん、会いましてで、まあ、当初はそこまで問題なかったんでしょうかねちょっと分からないですけれども、うん、要はあの家賃のちょっと滞納があったりして、うん、でその代わりに連帯保証人さんが。 お支払いするという状況が結構何度か続いたらしくそれで、連帯保証人になった時は一は貯金とかちょっと余力もあったんでという話だったんですけどもう今、ちょっときつくなっているから連帯保証人を外れたいんだと外れたいんだけども本人と連絡がつかないでどういうご関係ですかと聞いたら一応あんまりちょっとお話をしたくない。 その方ともああだから人間関係的にちょっとあまりよ,くああよろしくないけども2年前はまあということで引き受けちゃったりとただこれはもうどうしても、あのーまあ、一般的にね連帯保証人は外れたいはいいいですよというふうにはならないと思うんですよそうですね、うん、それが前提でのご契約ですからす、ね、外れたいってことはもう契約自体が。 会場にならなければ外れることができないか、うん、もしくは代わりに他の人、レンタル証人さんをあ実際のこの借りてる方ね、賃借、うん、人の方が他のレンタル証人さんを立てて、うんはい、昨日いらした相談者の方は外れる、うん、そういったあの行為がなければ外れることはなかなか難しいと思うんですけれども。そうですね、うん あの保証人と連帯保証人の違いというのがなかなかね一般の方やはり分かりにくいかなと思うので改めてちょっとそれだけをご説明して今日と主にあの賃貸の,ね契,約のね契約の際にそういった部分がかかってくるかなとあとはまあちょっと大規模な売買の時にもねそういったのがかかってくるかなと思うんですけれども連帯保証人とはですねえーいわゆる保証人通常の保証人というものには例えばあのー 借りてる方がアパート家賃アアパパーートトで言いましょうかアパートで例を出しましまょうね借、うん、借りりててるるアパート借りてる方が家賃を払う義務を負うんだけども、うん、その義務があのー、果たされない時に、はい、貸せてる方はあのー、通常の保証人という立場だと、うん、このアパートのオーナーさんは借りてる側に、うん、あアパートのオーナーさんが保証人さんに払ってくださいと言っても、うん、保証人さんはいやまず借りてる側に。 請求してくださいということができるんですよ、これが催国の公弁権という権利なんですけれども、ちょっと難しい今も言った通りの内容ですね、オーナーさんが家賃滞納してるから、手払いなさいよと、保証人さんに言っても、保証人さんはまずは借りてる方から取ってくださいよと、あくまで2番手なんですね。という権利があるんですね。それともう一つは、これも難しい言葉ですけど、検索の公弁権ということで。 これれははもうちょっと、うん、用語は忘れてください例えば、あのー、何ヶ月もその借りてる方が支払いしないと、うん、その中でじゃ保証人さんが何か資産を持ってると、うん、いや預貯金でもいいですしはい、はい、不動産でもいいですし、うん、そういったものでじゃそれを差し押さえしましょうとか、うん、や,やろうとした時にですね、うん、いやいやまずは借りてる方の財産を 第産についてそういった執行してくださいとその権利を執行するまでは自分のその保証債務保証するこの義務っていうのはあのちょっとやりませんよという拒むことができるという権利が至極当たり前の話みたいな感じだよね認められるこれが通常の保証人という保証保証人というものですねただそれに連帯保証 という連帯がついてしまうとですね今言ったこのまあ先にあっちに請求しなさいよとか僕が先に保証債務を履行するんではなくてあの債務者借りてる方の財産についてまずは執行しなさいよという権利がないとつまり連帯保証人さんは借りてる方と同じような責任を連帯して負うということになるので。 あのオーナーナさんアパートで言ったらオーナーさんはまあ借りてる方にも保証人さんにも同時に請求することができるしどっちから取ってもいいんですよ、家賃もね。と、うん、いうこととあとはまあ一般的には現状回復義務とか、ねうん、あの借りてる方が本来、負うべきもの、うん、これ本人がやらない場合は連帯保証人さんが負うと。うん いうこともありますのでほ普通の保証人と連帯保証人さんとではその責任の重さがもう全くそうですね異なるという感じですかねかかイメージ的に保証人の場合は保証人さんのなんか権利が、はい、権利がというかねなんか立場が上のような気がしますね、保証人。権利が強い感じがイメージとしてあってうん、うん、連帯保証人の場合は。 義務の方オーナーさんの方が強いというかね、うん、責任が重くなるという感覚ですね、うんうん、で一般的にまあ賃貸借契約もそうですけどあと銀行融資ですとか消費,者消費者金融からの融資の際に求められる保証人というのは、うん、この連帯保証人のことであるので注意してくださいねと、はい、まあねちっちゃい頃から親に言われてると思うんですけど皆さん他人の連帯保証人にはなるなとですねなぜなるなと言われてるのかをちょっとね、うん、しっかり あの理解した上でちゃんと気をつけていただければなと思うんですけれども昨日相談していただいた方にもね相談者の方にもその方ともお話ししないことにはあのラが開かないよと,とプラスあの管理されてる業者さんの方にもちょっとお話しされてあと関係各所ちょっとあるのでそこも交えてお話しした方がいいですよとあの顔を合わせるのも嫌かもしれないけど合わせてこれを外れるという意思表示をしてで借りてる方に。 動いてもらわない限り、うん、これ、ちょっともういつまでたってもそういうもしたいのが発生したとき、そちらに請求が来てしまいます、うん、ということで、でね、なかなかちょっと難しい、うん、難しいというか、少しか,かわいそうだなと思って、うん、いろいろお話聞いてたんですけれどもね、どうですか、ほとんどの場合、連帯保証人、まあ、いやね、奈央ちゃん、賃貸契約結構してると思うんだけど。うんはい 年金を承認立てる場合は大体親族とかその場合が多いですよね。っていう風にお願いします。っううますね、全くの他人のまあお友達とか、うんまあ、まあ言葉を軽く言えば他人の方立てるっていうのはなかなかないですよね。実際のでもまあなっちゃったということですね。そ,すねその場合は。まあ全くの他人関けじゃないんですよ。ま、これが厄介なんです<笑><笑>。そうですか。<laughs> あまあそれじゃああま最近もね、はい、テレビでドラマ見てたらね、うん、ドラマの中でもあの <laughs> この二人のまへんなドラマですよ、うん、不倫関係してるようなドラマドラマなんですけどね、うん、してる人たちの間であの今度アパートに借りるから連帯人になってくださいよって言ったら、うん、普通に OK ですよってなってたから「うん、いやいやおい,おい待てよ」<laughs> <laughs> <laughs> 言いたくなるけどね <laughs> まあ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 、まあ、そんな安受け合いするようなことでもないような気がするんですけどねまあ怖いですねでドラマととかちょっと 軽く見てるのかな,かな、はい、あの一例を挙げますとね、うん、不動産賃貸借における連帯保証というものでその債務責任は賃料で、うん、賃料の支払い義務ですねはい、はい、で賃料相当の損害金の支払い金これは明け渡しが遅れた時とか損害金の支払い義務<ー>で原状回復費用残地物撤去費用、うん、強制執行費用など一切の債務を負うと、うんうん、主たる債務者と連帯してああ 同じような責任が出てくるということですよ。なるほど、分かりました、連帯保証人ですね。コメント来てますね、いくつか。とルドルフさんから、ですね連帯保証人の件、ですね連帯保証人になるのは怖いですねということで、賃貸マンションでも連帯保証人が必要な場合もあるんでしょうか、賃貸マンンショあるでしょうね。 あの保証会社さんという今ねあ,るありまして家賃の保証会社さんがあってそこをつけるんだから連帯保証にいらないんじゃないのって言われることもあるんですけれどもまあ,あくまで今その家賃保証会社さんもいろいろなサービスとしてそういったね残地物の撤去費用だったりとかそういったものまでフォローしますというのもあるんですけどその請求っていうのは詰まるところあのご本人さんに行くわけですよ。ご本人さんに行くわけですけどもご本人さんが払えない場合は。 やはり、ね、あのじゃあ取れ取れ,な取れないというかなってしまうわけですから、うん、あのどちらにしろ連帯保証人さんは必要になってくると、うん、いうことでですね、まあ、あの保証人なしのプランというのもあるんですけど、うん、その分費用がかかるというのはそうですねちょっと割高になりますよね、はい、保証会社つけるとなると毎年多分更新になると思うので、うん、だからいろいろともしご親族で、ね、可能な方がいらっしゃるんでしたらお願いしてあとはご本人さんがしっかりと。 ね、債務を履行していただければ、何の問題もなく、住み続けられることができると思いますので、はい、なかなかちょっとあの言いにくい部分もあるんですけれども、ちょっと連帯保証人というのは結構やっぱり気をつけて、しっかり内容を理解した上でそので、ね、答えを出すということが必要だと思いいまます、うんはい、以上ででよろしししょううかかわりました、はい、ありたあがとうございます。 えーとでは、コメントちゃんおさんがですね、はい、大企画不動産の怖い話シリーズ開催決定,決定ではないかもしれないですけど毎朝、いいですねそういう怖い話とかねまあ夏の暑い季節なんかねちょっといいかもしれないですね。 岡さんからちょっと面白いメールも来てますのでご紹介しましょう。うんはい、なおちゃん、ようちゃんこんばんは今日の雑談ということでいいですね。新ししいコーナーナが生まれまれた<笑><笑>ちん岡さんの雑談、はいはいえー、不動産屋さんに好かれる客嫌われる客ってどんなのがありますか言い,にくいのはあ言いにくいのはあると思いますが、うんまあ、例えば来ると言っといて来ない返事すると言ってしない、えー、電話すると言ってしないとかありますが答えられる範囲を超えて超えて。<laughs> <laughs> 答ええられる範囲を超えてお願いいしますととうことであ<ー>まあ好かれる客嫌われる客というかでも今ね挙げてもらったようなねあの約束ごとお守らないお客さんっていうのは不動産業に限らず、うん、どういった業界でもあまり敬遠,あ何て言うか敬遠されるんじゃないでしょうか。ですね。<うん S 2> はいまあ好かれる客嫌われる客まあね常識的に。 常識的な言動とかする分には全然問題ないと思うんですけど。賃貸やっててですね、うん、あの前も言いましたけど、アパート案内の時からほぼ審査は始まってると思って、案内してもらった方がいいです。来店の時からですね。一番いいのは本当、まあ、この立場から言うのもあるんですけど、不動産のこのね、従業員の方を味方につけるようなことが結構いいかもしれない、大事かもしれないですよね。うん、だから とても親身になりたいような気持ちにさせるね話し方をするとかそういうのはやったほうがいいかもしれませんね。ファーストインプレッションでしょ。あの第一印象。例えばですけども電話でですね電話口でプルルとありました。はい、尾波さんイハですと。もしもし、お前たちが管理したらパスよ。どこにあるばとか。曲げですけど。たんですけど。わかりやすい。そういう方と。あ、もしもしすいません。御社の看板を見てお電話したんですけれども、あの今空いてますかとか。 そういったもうやり取りの中で、はい、あこの人どんな人なのかなというのがある程度ね、ねあ,<ー>ある程度でそれを実際にあってやっぱりだとかあ意外とでもこの人お話ししたら気さくな方なんだなとか、うん、そういった逆転もあると思うんですけどそういった一つ,の<ー>一つ一つの印象からあの僕たちはこの方入居していただいたときに大丈夫かなとかあこの方でしたら大丈夫でしょうとか、うん、そういった部分もあるんでそこからまた審査というのはね柳澤さんに報告するときに、ね、この方はこういう方でこういう方でってお話しするので。うん そういった部分も含めるともうお会いする電話の段階から多少ちょっとそうですね判断は迫られる判断になったりこっちも大丈夫かなこの人紹介して大丈夫かなってちょっと身構えちゃうからねそういう横柄な態度とされる分かりやすいもの直ゃんなるほどね自分もちょっと北部のやんばるの土地を扱ってると扱ってた時にお客さんからのお電話がありまして。 この地域は70の400年、七十四百年と何の話をしてるんですかってなんか聞き取りにくかったんです。そんなこともわからんのじゃあ、あんまりわからないんだよね、君はみたいな言われたんですよ。70の400年ってゆっくり言ったわけ。あっ、憲兵溶石率の話ですねと。やんばるの地域では便宜的に憲兵要請が70の400だったりするんですこれをね、あのまあはやして言われて。 こなんかちょっと小ばかりしたような言い方されたから、ちょっと向かってきたんですよ。人間ですからね、そうなっちゃうので、なんか、あまり協力していいのかなんなのか、やはりね、お互いね、人間ですから、やっぱり相手の気持ちですとかね、心情を損なうような言い方ですとか、そういったのをやらない方が、極力やらない方がいいんじゃないですか。 変な一面を見せましたけど、ね、茶岡さんから、えー、就職の面接に行くような感じで不動産屋さんに行けば大丈夫かなってことなんですけどそここままでかしらな先ほどのは本当に極端な例ですのでそこまではかしこまらなくても履歴書持ってこられてもねそんなこんなでもあっという間に1時間過ぎました、ねね、けれどもまたそうですね いろいろと来週以降もお話できればなと、で七月にはちょっとまたあの同業者の先輩方もちょっとお呼びして。で、時田都会長もね、いただいて、あ予定としては。11日ですね。来週かなますので、それもお楽しみにまた飲みながらやりましょう。あ、いいんですか。はい、僕がいいって言っていいのかな。それでは、本日お届けしたなおちゃんと、ようちゃんでした。それでは、明日もちらさん、愉快な不動産、今日も聞いてくれて、ありがとうさん。また来週、お願いします。 yeah <laughs>